はい、こんにちは、かなえです。こういう形で一応仕上がりました。はい。実はこれはもう、上に今からですね、ちょっと艶出し液をかけたいと思います。艶出し液？はい、艶出し液。これは最初の段階では紹介をしていませんので、これは画材というよりも仕上げた後にする作業です。はい。はい、で結構大事な作業なので、ちょっとその話をしたいと思います。はい。これ作品なんですけど、ちょっとこう斜めにしたら、この辺光ってるのってわかりますかね？光ってる部分と光ってない部分がある。はい、このカメラでわかるかな？わかりにくいかな？はい。はい。あのね、実はアクリル絵の具を使ってる部分ってこんな風にシュッて光るんですよ。で、アクリルガッシュ塗ってるところって全然光ってないんですよ。さあ、わかりにくいかな？ちょっとわかりにくいかな？はい。で、今この状態で撮りますと、一部分光ってる、一部分光ってないという状態になってます。はい。混ぜていますので。で、この上から、よろしいですか。はい。この上から、こういう艶出しをしたいと思います。ちょっと、用語を説明しましょう。はい。よく使うのは、こういう艶出し、艶出し、グロスワニスと言われています。はい。これ画材店で手に入るようなものですか？画材店で手に入ります。で、もう一種があるんです、実は。で、こういうのもあるんです。で、何が違うかというと、こっちはグロス、つまり光るんです。テカテカと。はい。で、こっちはそこに書いてあります。マットと書いてあります。で、マットって書かれてるのもあるんです。で、マットは光りません。だから、テカテカと光るのが嫌な人は、このマットを使ってください。で、はい、画面を保護するという意味では同じです。で、少し光ってほしいので、このいつもグロスワニスを使っています。で、ただこのグロスワニスっていうのは、そのままのやつを使いますと結構ねっとりしてまして、でしかもこの上に、筆跡が残ってしまったりする場合が出てくるんです。で、かなりテカリもじのスカテカとした感じになります。で、これはお水で半分ぐらいまで薄めて大丈夫なので、お水でたくさん薄めると、そのテカテカとした感じも当然減っていきます。で、しかも水が入っているので塗りやすい。で、これ実際にお水を入れています。半分近くお水を入れています。もうシャバシャバの状態になっています。で、こういうのをちょっと作っておくと、このままの状態で塗れるということになるんです。じゃあ実際にちょっと塗ってみましょう。はい。筆、ちょっとできるだけ、まあ、太めの筆で、柔らかい筆を使います。はい。はい。この中に、はい。またゾラの、これを使いますか。この中に、まあ、この、溶いたシャバシャバのやつですね。これをこう適量入れます。はい。これ薄めてあるやつです。薄めてあるやつです。はい、でこの中にこの筆を水で溶いた筆ですね、これをしっかり塗って筆になじませて、このままで塗ってみます。ちょっと塗ってみますよ。どのあたりでいきます？はい、真ん中で、この辺りでいきます。で、こうやってまんべんなく全体に塗ってください。今ちょっと白っぽく見えると思うんです。はい、で乾くと当然もちろん透明になります。で、下にこうやって置いておく方が垂れなくていいと思いますね。お水でたくさん溶くと垂れたりします。で、これね、塗ると色味がですね、少し濃くなって、元の最初に塗った状況の状態に戻ってくるんです。で、塗るときの注意ですが、ゴシゴシゴシってやりますと、当然泡が出ますね。これ普通の、ミスなんかと同じように、泡っていうのはちょっと癖もんですので、塗るときは、まあ、ミスのときによく注意書きで書いてありますね。一方方向に向かって丁寧に塗ってくださいって書いてあるやつね。本当はそれが一枚です。これで全体ちょっと見たいと思います。もう自然乾燥でいい感じですか？そうですね。10分あれば乾いてしまうと思うんです。割に簡単に乾くので、仕上がった後に塗る。で、当然この上からまた絵の具を塗ることができますので、もし手直しするということであれば、また上から塗ってもらったらいいです。塗り残しがないようにだけちょっと気をつけてください。ちょっと斜めにしてもらうと、テカテカとしている部分と、塗れていない部分がはっきりわかりますので。はい。これわかりますね。はいはいはい。で、映ります？この辺は濡れてますよね。この辺で濡れてる。はい。はい、で、このまま次に行きます。
中間の色あたりがちょっとこう色がしっかり出てくると濃い部分の色が割に落ち着いて出てきますので、でこれどっちの方向性に塗らないかということは実際にはありません。ただあの凸凹を作らないだけちょっと注意をしてほしいと思います。まあ、あの水で薄めてるから凸凹を作ってもまだありませんが、原液で塗りますとね、腕の後にベターっと残ったりします。全体が濡れたでしょうか、少し確認します。ちょっと斜めにしてもらって、はい、光ってない部分は濡れていませんので、もう少し置きましょう。書いた時のその濡れてる状態のに戻るという色味に、はい、そうですね、に乾くとどうしても白っぽくなりますね。白っぽくなりますね。どうしても白っぽくなりますので、その元の色に戻しているということです。さあこれで一応全体が濡れた。これで終わりと思います。はい、でこのままでちょっとしばらく回してください。このまま10分もあれば10分もできてしまう。はい。それでも完成ということになります。はい。じゃあちょっと10分後に、はい、はい、撮りましょう。はい。よろしくお願いします。はい。というわけで10分経ちましたが、どんな感じでしょう。はい、もう完全に乾きましたね。はい。はい。これどあの乾くとどう違いが出てきましたか。一応ですね、言ってみましょう。濃い部分が、はい、その濃さがしっかり出ることと、はい、それから薄くて白っぽくなっていたこの中間の色が割にはっきり出てくると、うん、当然全体的には保護ができるということです。はい、はい、で先ほど言いましたようにこの上からもうちょっと手直しをしたいねん、普通に塗ってください、この上から塗れますので、はい、ただしそこはあのこういうニスがかかっていない状態ですから、それが仕上がった段階でもう一度その部分だけはニスをかけてあげてください、そういうことになります。人によっては絵の具の中に先ほど の液を混ぜて使う人もおるんですけど、そうすると、まあ、塗ってる最中に手がりがありますね、うん、でもやってみたんですけど、どうせそれでも一番最後にはもう一度塗らなければならないので、それやったら一番最後にまとめて塗った方がいいだろうということです。さて楽しんでいただけましたか。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。